はいどうもパシチャンネルでーす。はい、今日はですね、金曜日ということで、パシトークの方をお送りしていきたいと思うんですけど、今日はちょっと本当に簡単にお届けしたいと思います。今週はちょっと時間がなくて、パシストーリーの方、新しいのがちょっとアップできなかったんですけれども、2分ほどのね、尺の再現動画の方を見ていただけましたでしょうか。モーニングルーティーンとね、困った時は大人に相談しようっていうね、まあお話の、まあパシストーリー、パシチャンネルバージョン。だったんですけれども、楽しくできていたんではないでしょうか。はい、それからね、今週は今日金曜日でしょ。で、昨日は木曜日で、本当は恒例の木曜日ガチャ回す予定だったんですけれども、まだね、今月末に発売予定のブルーの登場編が発売されてなかったので、まあ、ここでね、またダーシーやってもしょうがないなと思ったので、ちょっと昨日はね、回さずに置いときまして、明日の30日は、サンシャインシティの方に行きますので、3000台あると言われているガチャポンデパートでですね、絶対あると思うので、明日見つけ次第回してみたいと思います。ということで、明日、明後日の予定なんですけど、明日土曜日は、ちょっとね、このぐらいの、久しぶりにでっかいの、プラレール手に入れちゃいました。チャレンジ相当ぐらいでかいかな。はい、でかい箱のセット品を手に入れましたので、そちらのご紹介動画を明日、そして、明後日日曜日は、もし明日、サンシャインシティでガチャを回せてたら、31日の日曜日は、そちらのね、ガチャの動画をアップしたいと思っております。はい、それからですね、こんなチラシをまた東京メトロに乗ったら、はい、置いてありまして、もらってきてしまいました。4月19日公開のね、機関車トマス・ルックアウト・マウンテン秘密のトンネルのなんとスタンプラリーのチラシでございます。こちら、一応ね、はい、こうやって、中のページもありますので、こちらはちょっとショーツでアップしますので、ちょっとお楽しみにしていてください。あとですね、お知らせといたしましては、このお家のね、売買のことでついに決着がつきまして、このマンションはもう5月の末ぐらいに手放すことに決まりまして、近所の、一戸建てにね、引っ越すことが正式に決定いたしました。ということで、まあマンションならではのね、全部出してみたとかね、ちょっとプラレールを久しぶりにマンションをもう部屋中に敷き詰めてですね、動画をね、撮影してみたいと思っておりますし、あと、このね、マンションの地下室、メゾネットタイプならではのこの地下室、特別なね、部屋の撮影も記念にいろいろ撮影して残していこうかなとも思っております。次のお家は一戸建てなんで、やっぱマンションっぽい撮影っていうのはもうできなくなると思いますので、はい。まあ本当マンションならではのね、企画とまあ撮影と、まあ思い出残しにいろいろ撮影していきたいと思っております。でですね、それから来週はそうね、ストーリーもアップして、もうまた今週みたいに、まあ、契約が終わってもね、必要、まあ、銀行だったり、まあ、不動産に対してだったり、いろいろね、出さなきゃいけない書類なんかもまだまだたくさんあってです。だから最近毎日顔を出してるトレバク様にも全然いけてなくてね、上級刺繍トーマス以来いけてないので、はい、近々また顔を出してね、きっとレアな商品が揃ってると思いますので、購入次第、まあ、動画の方をアップしたいと思います。ということで、今日はちょっと本当短めですけども、はい、今仕事の合間にちょろっと撮影してるんですけれどもね、今日のこの悪天候を乗り越えれば明日ぐらいからまた暖かくなると思いますので、そろそろ桜の咲く時期でもありますので皆さんね、あと風もね、引きやすい、まあ、この寒暖差のある時期ですから、体に気をつけて、こういう時が一番本当風邪引きやすいです。まあ本当せっかくの行楽日和になるわけですからね、風には本当体気をつけて、楽しい週末ね、お過ごしください。ってことで簡単でしたが、パーシートークここまで、本日もご視聴ありがとうございました。またご覧ください。バイバイよ。